ケイラはエストニアの町、同国の北東部に位置し、正式には都市型自治体に類別される。この地では、紀元前2000年から3000年にかけての人の痕跡が発見されている。その後、今から約1000年前にケイラ側に沿って町が建設された。1219年にドイツが北エストニアを征服すると、この地には教会が建てられた。 当初は、セイミカエルを祀った、小さな木造のものだったが、13世紀の終わりになって、石造りの建物に改築された。1241年には、デンマークの文献に初めてケイラの名が登場した。15世紀から16世紀には、教会を中心に10の建物が多ち100人が住んでいた。その頃、リボニア騎士団が、ジョイザー教会の南東に小さな砦を築いた。 そのとりでは1976年に最初の発掘調査が行われ2007年まで続いた。1558年から83年のリボニア戦争で町は教会もろとも廃墟と化し、さらに1601年から2年に発生した飢餓と薬病で町は教会だけの小さな村になった。この状態が3世紀も続き、 人口が増加に転じたのは20世紀も後半のことだった。1862年には、教会の近くにマルティンルターの像が建立されたが、1949年に破壊された。1867年には、町で最初の学校がバリアオトサの王城に開校し、1870年にはタリン・パルディス機関に鉄道が開通して経営らも発展し始めた。 1885年には近隣の黒川村出身のコンスタンティン・タンプーによって初めて歌のコンテストが開催され、19の合唱団が歌を披露した。1938年5月1日には正式に町になった。ソビエト連邦時代、ケーラ近郊にはタンキーパックという名の軍事基地があり、戦車や兵舎が置かれていた。基地はソ連軍がエストニアを去った。 数年後に取り壊され、跡地は住宅地になっている。基地の周りにあった森も現在では舗装路が走っている。多くの丘や3から7キロメートルほどの小道があるため、陶器はスキーヤーで賑わう。そのうち最も大きな丘は、タンキマギーとかタンクヒルと呼ばれる。2009年の国勢調査によると、ケーラの人口は9873人である。 2000年の国勢調査では9388人で、そのうちエストニア人が82.8%、ロシア人が12.1%、ウクライナ人が1.8%、フィンランド人が0.9%、ベラルーシ人が0.7%、リトアニア人が0.2%、ポーランド人、タタール人、ドイツ人、ラトビア人がそれぞれ0.1%だった。 ありがとうございます。